どうもワッキーです。本日はですね、二子玉川の高島屋にあります、こちらです、ザ・ベランダさんに来てます。でこちらはハワイのホノルルにあるハワイアンレストランのお店なんですけど、でこちらのね、アサイボール、僕まだ食べたことないんで、ちょっとねこれ食べてみたいと思います。あとハワイといえばロコモコも食べていきたいと思います。やってきました、ロコモコです。皿がめちゃめちゃでかいです。じゃあまずハンバーグからいただきます。あ、粗挽きだね。パプリカ。漬けてるパプリカだな、これ味が。塩漬けっぽい。うまい。肉しいな、ハンバーグが。ハンバーグがちょっと濃いめな味付けなんですけど、この備え付けのパプリカとか人参とかセロリがなんか塩漬けみたいになってて、なんかちょっと口の中をこう爽やかにしてくれますね。今店員さんにお願いしてテラス席の外に移動しました。人生初のアサイボールがやってきました。じゃあアサイボールを食べてみたいと思います。うん、初めての味だ。なんか甘酸っぱいですね。うん、これが多分ビタミンがいっぱい入ってる証拠なのかもしれないですけど、ブルーベリーとか丸々入ってますね。やっぱ普段食べないんでね、こういうの。たまにはこういうの食べてビタミン補給を皆さんもしてみたらいかがでしょうか。またなんかここ景色がねすごくいいんで、気分転換にもいいと思いますよ。うまいっす。ミントの葉もいただきます。ああ、歯磨き粉です。ごちそうさまでした。では、ワッキーでした。